閉まってた、閉まってて食べられなかったから信玄餅の普通のカップアイスを食べました。美味しかった。こうさんありがとうございます。目赤い、今はめっちゃ痛くなってる。さっきまで全然何もなかったのに。富士山はなんか山でした。山って感じだった、なんか山だった。富士山、ゆうさんありがとうございます。でもでかかった。こうさんありがとう。ちち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 ありがとうございます。あ、え、じゅんさん、え、二個も、え、ありがとう。熊タワーと浮き輪タワー、じゅんさんありがとう、いつもありがとう。あ、ちちちちちちありがとう。西くんありがとう、ありがとう。じゅんさん、あのね、フルーツ大福ね、いっぱい食べたよ。あと一個残ってるよ。明日の朝食べます。ありがとう、いつも。富士山は雪降ってる。ゆじさん雪降ってる富士山がいつか見たい。しゅうえもんさんありがとうございます。ちち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 ち、今日楽しかったね。みんな楽しかったって聞きたい。楽しかったですか、みんな楽しかった？私はめちゃくちゃ楽しかった。フェスお疲れ様、ミラボールありがとう。楽しすぎた？え、嬉しい、よかった。だから言ったでしょ、絶対来た方がいいって。でも配信があったから来られない方も楽しめたから嬉しい。一緒に楽しめれたから、楽しかったでしょ。今日瀬取り神じゃない、神でしょ、言ったでしょ。だから言ったのさ、楽しみにしててねって。楽しいんですよ。よだれ垂らしながら見てた。毎週やってください。毎週やりたいよ、毎週やりたい。てか私はもう本当にもうやりたかった2曲ができたから、もう本当に今日はずっと楽しみにしてた。楽しかったね。しかも空気も美味しくてさ、野外ってやっぱいいなってなりました。広々としていて、やっぱフェス楽しい。楽しすぎて受けた、よかった。ずっと見たかった、ずっとずっとが見れて。虫さんはなんか飛んできてたよ、なんか飛んできたけど、虫さんもうそこそんな気になるほど虫さんいなかった。つっくんありがとう。ちち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 ありがとう。どうですか皆さん、コンサート楽しみになりましたか。皆さんコンサートも楽しみになってくれましたか。期待値が上がりました。お疲れのところ配信ありがとう。いやいや全然よ、見てくれてありがとう。期待しかない、かっこ暑い、え、暑きた、どうしよう。てかそう、私今日のフェスに出た出演メンバーの中だと一番年上だったのさ。見えないよ、神手に行ったの大正解すぎたでしょ。神手に行ったの、そう、まゆとね。あ、てっぺいさんありがとうございます。ちち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 ありがとう。まゆとほぼ新名だったんです。まゆとずっと新名でした。新名かペアが多くてレッスン中、なんでなんでまたまゆなの、なんでなんでついてこないでよって言ってた。ずっと
ついてた。なんでいやだなとか言ってた。なんだかんだめっちゃ楽しかった。ぴょーん。ちゃんひなの背中をポンポンしてあげたらしいね。え、どこ情報ですか？そうだけど、そうです。めっちゃ焦ってたから。何？どこ情報？バレてる。ちょっと恥ずかしい。恥ずかしいから。あんま言わないでください。メール？メール？書いてくれたの？嬉しい。そう、ひなちゃんずっと緊張してた。始まる前もえどうしよう無理どうしようって言ってたから、大丈夫だよ楽しめばいいんだよって言って、そうそうそう、で初めて、まあ、大声ダイヤモンドはセンターじゃないから、そう初めてかな、フェスでセンターから始めるのは多分初めての体験だった気がするんです。だからね嬉しかった。センター、あれはダブルセンターなのかな。1曲目から振り返ってください。え、1曲目、君虹。もちろん私がずっとやりたいってメールでも言ってたよね。メールで言ってた曲だったから、できるってなった時に、りょうぽんさん、くまありがとうございます、嬉しい、わーい。そうで、もう嬉しくて、それをセンターできるってなったからめちゃくちゃ嬉しかったですね。でも難しいんです、踊りが。めっちゃ難しいんですよ、本当に。わかんない、これはあれなのかな、私が難しいって感じてるだけかもしれないけど、私的にめちゃくちゃ踊りが難しくて、そうそう緊張めっちゃしてたんですけど、でもやっぱり楽しかったですね。みんなも、あの来てくださったみんなもね、盛り上がってくれて楽しかった、すごい楽しかった。難しいんです、めっちゃ楽しかった。そこからの君のことが好きだから、これはもうやっぱり定番って言ったらあれだけど、定番じゃないですか。定番っていうか、もうフェスずっとやってきてるけど、何回もやったけど、ずっとやってる気がする、いつもやってる気がするから。でも私は好きなんです。めっちゃ好きです、楽しいから。君好きは指を指したりとかでみんなと楽しめるから結構好きなんですよ。みんなと盛り上がれるでしょ、だから好きで楽しくて、そうそうそう、で、うん、から何に来たっけ。君好きやって、あ、制服の羽、制服の羽で描きました。制服の羽は前にそのティフアジアでやったんですけど、研究生だけで制服の羽、私制服の羽めっちゃ好きなので嬉しかったですね、みんなでできて。そうそうそう、意外だった、本当楽しいんです、踊ってて制服の羽。めっちゃ楽しくて好きなので嬉しかったです。そうそうそう、嬉しかったし楽しかった。みんなでここのジャンプあるじゃないですか、ジャンプ移動丸の
移動の時とかはそうみんなで目合わせるたりとかして、その18期の子とかとも合わせ目が合わせれたりするから楽しかったなって思いましたそう、感想でワインになって回るとこめっちゃ楽しいんです、あそこすごい楽しいの、だからすごい好き。そうで、これはもうまゆとペアの曲でしたね。え、ヘナチョコサポートやりたいんです、私。そう、私やりたいんですよ、ヘナチョコサポートね、やりたい。まやちゃんありがとう。見逃してるかな、大丈夫かな、ギフト。ヘナチョコサポート私も好きですよ私好きですえ、やってほしいですか。あ、うるちゃんありがとう。え、めっちゃやりたいなって思ってますそうなので、そこから MC 挟んで、あれ MC 挟んだよね、うん、MC 挟んでフライングゲット、フライングゲットはエリちゃんがセンターで、エリちゃんの横に18期のゆなちゃんとさえちゃんがいるって感じだったんですけど、これまたいいよねこれもいいと思う、私はすごく。そのエリちゃんの横にさえちゃんとゆなちゃんっていう、これがすごいいいなって思いましためっちゃいいなって思ったし、なんか誰でも盛り上がれる曲だから楽しかったね。そうそうそう、そっから大声ダイヤモンド、純なき6人だけで大声ダイヤモンド、6人でやるのは、6人だけでやるのは初めてだったからそうそうそう、新鮮だったんじゃないかなと思います。のんちゃんとゆきたんが違う歌割りだったりとか、ほてちゃんとえりちゃんが一緒、もう新しい初めての歌割りだったのかなとかで、私とまゆは多分そのティフアジアの時にやったところだったからあれだけど、そうそうそう、だから新鮮な大声ダイヤモンドだったかなって思います。レア、レアバージョンですね。そうそうそう。で、18期研究生のいわきメイビー。すごい揃ってるよね。なんかリハーサル見ててもさ、めっちゃ揃ってて、すごいなって思いました。すごい。だってまださ、そんなに経ってないの。本当にもともと、ダンスやってた子が多いのかな、だからダンスやってた子が多いからかな、もうなんか振りをすぐに自分たちのこうものにできるっていうか、なんていうんですか、すぐに体に染み込んでるのがすごいなって思いました。そう、そっから希望的、私希望的もめっちゃ好きなの、指差し多くて好きです楽しいよね、希望的好きなんです、だからやできるのが、みんなとみんなのこと指させるからレス曲好きです、だから私すごい楽しかった。あ、好きな曲？本当？最後の走る振りは1回2回3回4回って数えながらやってる、はい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 数えながらやってます、私いまだに数えながらやってる、ずっとそうそうそうえ、かわいい？お腹鳴ってるの聞こえてるし、内緒内緒、気にしないで、楽しかった。
希望的やってイエーイか MC やってからの防波堤、防波堤、防波堤ですよ。防波堤、私は久しぶりに17期研究生パートをやりました。まゆちゃんありがとう。ちち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 、ここのキックのやつ、私は劇場公演は18期のこのこっちの方やってたから久しぶりにこっちやって。そうそうそう、大沢さんありがとう。これはあ、砂だ、砂、ありがとう、嬉しい。確かに18期とやるの春コン以来だ。本当だ、めっちゃ楽しかった。そう、あのね、防波堤もね、何個もポジションがあるからね、ごちゃごちゃになったりするんですけど、めっちゃ楽しい。防波堤やっぱ楽しいよね。防波堤はこの夏いっぱいできたらいいなって思います。みんなもいっぱい聞いて、好きになってほしい。みんなも防波堤も指させるんですよ。だから好き、こっちが。しかももう曲調がまず好きなんですよ、防波堤。てか野外の防波堤最高すぎません？って思って、私はめっちゃ楽しかった。あそこの場所、あの時間帯であの場所でできたのがすごい楽しかったな。そう、いい曲だよね、めっちゃいい曲。溺れました？よかった、溺れてくれて。この言葉だけ聞いたらやばいけど、そうそう。でそっからのずっとずっと、どうでしたか皆さん。お、人生初フェススパークでよかった。嬉しい、来てくれてありがとう。最高でしょ。反則ずるい。いやもうこれは、私はこれを見た時によし、来た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 ってなりました。そう、めっちゃ最高だよね、楽しかった。最高すぎる、嬉しい。よかった、楽しいよね。てかみんなも喜んで、このイントロ流れた瞬間に喜んでくれて嬉しかった。イントロがいいんですよね。楽しかったです、とても。そんな感じで、もっともっと18期の子たちともいっぱいフェス出れたらいいなと思うし、いろんな曲できるようになりたいなと思います。とりあえず私はもうやりたい曲がいっぱいあるので、いっぱいできる時にこれやりたいです、言い続けたいと思います。楽しみです。お疲れ様でした、お疲れ様でした。福島のイベントね、確かにそれもある、お楽しみに。うまくなってる、ちょっと。これからももっと夏楽しくなったらいいな、始まったばかりなので。いやー、いい、よかった、楽しかったな、めっちゃ楽しかった。そして18期の子にはニックネームで呼んでって言ったんですけど、呼んでくれるかな、呼んでほしいな、もっと仲良くなりたいし、1年ぐらい、1年も変わんないから、もっと全然先輩って感じじゃなくていいのになって、研究生として活動するから、私もそれはずっと思ってたから、もっと仲良くなりたいなって思います。お、大吉さんありがとうございます。エリちゃん呼びビビった。そう、みんなでじゃあもうニックネームにしようってなったんです。ニックネームに、そう、マネージャーさんとかともいる時だよに、じゃあもうニックネームでみんなで呼び合おうってなって
みずみーって言われたらこれ怒んないよ。嬉しい。もういいよ。え、まずは、じゃあいい。水島さんだけは嫌だ。やめてほしい。水島さんだけはもうやめましょう。だから、みゆさんか、みゆちゃんか、みずみんか、みずみんさんか、なんでもいいから、水島さんはちょっと距離を感じて悲しくなるんです。そうだから、どんどんね、距離も近くなれるように。今日はね、みんなと写真撮れました。そうなの。だから、いっぱいアップしていくね。オフショット。アップしていきます。みんなと撮れて嬉しかった。かわいい。そんな感じで、お土産には信玄餅いっぱい買えたりとかして、最高に楽しい一日でした。明日も、明日は B 公演の自主練を頑張りたいと思います。皆さんも明日、明日は祝日なのかな、わかんない、祝日かなだと思うんですけど、明日も楽しい一日にしましょう。ではライブランキング読みたいと思います。明日日曜日、明日日曜日なの、お休みだ、いいね。いいね、お休み、ゆっくりゆっくりしてください。きっとこの3日間来てくださった方とかきっと疲れ溜まってると思うので、ゆっくり休んでください。では行きます。15位ガミさん、ありがとうございます。14位コモチンさん、ありがとうございます。13位おやちゃん、ありがとうございます。12位クリンピーさん、ありがとうございます。11位ナラナラさん、ありがとうございます。10位アニーちゃん、ありがとうございます。9位てっぺいさん、ありがとうございます。8位ツッくん、ありがとうございます。7位にしくん、ありがとうございます。6位まやちゃん、ありがとうございます。5位うるちゃん、ありがとうございます。4位こうさん、ありがとうございます。3位おささん、ありがとうございます。2位りょうぽんさん、ありがとうございます。1位はじゅうさん、ありがとうございました。今日もとってもとっても楽しい一日でした。3日間皆さんに会えて幸せでした。ありがとうございました。ゆっくり休んでください。私もたくさん寝たいと思います。では今日も一日お疲れ様でした。お、え、お誕生日おめでとう。ポインテール最高さん、おめでとうございます。あっち見てほい、チョキチョキ。あ、昨日の公演良かったよって、嬉しい、ありがとう。ももちゃん、ありがとう。みかかん、ありがとう。おやすみずみ、バイバイ、バイバイ、またね、またしたね、したっけ。今日メイクいい感じにできたの、褒めてね、バイバーイ。